午後1番、出来たての世界大会トーナメント表を携えて松井館長がやってきた。しんどいことやってるみたいですけど、まあ、気持ちをしっかり持ってね、気が緩むと気がもするから、怪我した人も何人か見たみたいだけど、まあ、きちっと気力で乗り切るようにしてください。トーナメント表が張り出され、選手たちに緊張が走る。一瞬にして空気が張り詰めた。細かくは後で見てください。これ240名の選手でこのトーナメント組んであります。これは全員が来て試合大会を開催することができれば過去最大規模の参加人数になるんですね。まあ、第5回は240、50名だったけど、あの時はもう5、60名が来ない人がいたんでね、実際には200名弱の選手しか出てないわけですよ。だからこれそれなりに240名が参加すれば過去最大級です。より緊張感を持って稽古に励むようにしてください。わかりました。松井館長も参加して弓ヶ浜合宿最高の特訓が始まった。今言っても分かんないんだろ、みんな。それは想像の中で大きくしなきゃいけないのに想像つかなかったらね、体験がなかったら、そういう言葉から自分が想像しろよ。こんなにすごいのかな、こんな風になるのかな。3日間の試合体験したことない人間どのくらいいるの。3日間試合やるってのはこれ本当大変なんだよ、精神的にも肉体的にも。あ、正面からも外国人と試合したことないやついるか。外国人でお前2メーターぐらいあるやつがな、ここにも青筋立ってた、目ちばって、お前本当にそれは僕の体験だからみんな知らないけどさ、帽子やってわっといったらもう顔がもうアップになってくるからね。青筋がピエッと立って、目がビャーッとちばしって、お前映画のスクリーンの真ん中からグラッとこう来るような感じだぞ。極端な話、そういうものに対して きちっとこうな、それをさっき小暮れわーってやったらもうこうなっちゃうだろ。まあ、みんなそのグラブでも何でも K1 出たやつでもみんなそうでしょ。画面こうなってもこうなっちゃうな、よくわかるだろう。まあ、それと同じなんだよ。こう来て世界大会で向かい合って、さあこれでね、負けられないと、日本選手が日本代表としてこれ負けられないんだってよしと思ってさっと行った時に、向こうも緊張感いっぱいでさ、それは怖いから来るんだから。それはね、その辺のなんかね、一回か何体験のない人たちがさ、第1回世界大会の時みたいにね、フルコンタクトの試合やったことないような人がね、出てきてうわーっと言ったらおーってこうなってくれりゃいいよ。そんなならないんだから、今の選手は。おー上等だ、来いよってこうなるんだから。もう中村ちゃんのね、言葉から想像しろよ、こう大きく。体験のある人間は分かるんだから、その体験をここでさね、きちっとこう自分自身もそうだし、人にもそういうそのシチュエーションを設定しろよ。ここから行くときにさ、ここに引っかかればいいんだろ。ここにさ、よし、このままとこう真っ直ぐにさ、よし、よし、で、それが、そのままこれがさ、こういけばさ、脇になる。これがこういけば、よし、これがこのままこういったら、これがこうなるし、これ角度があればこっち行くし、このまま回し蹴りってたって、みんなこうやって蹴らなきゃいけなくなるんだ。膝がまっすぐ上がったって、そのまま回し蹴りになる。